サワーサワーそう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 、サワイヤンチャンネル、えいっとー、皆さんこんにちは、サワイヤンチャンネルです。シャーと、エスプラダムのケイスケとチャクラだー、やったー、ガチャボーおーい、やったー、念願の初コラボ来ました。やったですよ、今日マジで今から、いや本当にお待たせしました、よろしくお願いします。ね、絶対コラボしようしようしようって言ってたから、ね、なかなかスケジュールとか企画とかにね、うん、練りに練って、はい、ようやく今日という日が訪れました。今日という日がね、コラボ前に結婚式行くとわけわからない。確かにね、コラボが多いからね、順序逆なんだよ。コラボ感全くないですよね。ないない確かにね。はい、ということで本日なんですけども、はい、皆さん後方ご覧ください。あら、はい、おそらく見たことある、はい、見たことあるね、うん、はい、サムネタイトルもあります通り、本日ごつかん人間カーリングやっていきたいと思います。マジで、おー、サドイモ、本日11月の中旬ぐらい、水温先ほど、調査したところ、はい、10度やばい、バカやん、水風呂です。水風呂より冷たいよ、はい、もっと冷たいです。もっと冷たいよ。もっと冷たいね、完全なる結構寒めの水風呂、まあ、ごつかんですね。ごつかん、命の湯なんか準備していただけてるんですか。ないです。そんな甘さはございません、サワイヤンチャンネル。体をどんどん張っていきます。で、本日なんですけども、はい、ちょっと、まあ、ルールを簡単に説明させてください、はい、サワチームとヤンチームに分かれたいと思います。はい、エスコをちょっと2つに分断していただいて、うんうん、はい、サワチーム VS ヤンチームで、うん、人間カーリング勝負していきます。おお、順番に、僕たちを皆さんに投げてもらいます。もし、まあまあ最後まで聞いてください、最後まで聞いてください、はい、僕たちをエスポのメンバーに1人ずつ投げてもらいます。はいはいはい。ポイント競いますね、残りの距離、はい、残りの距離が合計点が少なければ少ないほど勝ち、うん、合計点、合計点、合計点、ああなるほどね、なるほど、はいはいはい、じゃあもう1回のドボンが命取りや。ドボンはもうあのバーストなんで、あ、もう200追加200、落とした200、落とした200 200、うわ、バーストね、そう、バーストあります、バースト200になります、ね、はい、で、今回負けたチーム全員落ちます。うわー、いやだ、10秒いやいや、勝てば落ちない、いや負けたら全員落ちる、勝てばいいデスゲームでございます。うわー、おもろじゃ、弾や、二人は弾で す, です。なんだよ、なんかいい、よかった。え、俺昨日サワとさ、バレーの練習一緒やって、うん、落としたらぶち怖いんだよ。いやだから落とすと俺も苦しいし、チームとしても最悪だよ。またそうだ。だギリギリを攻めなければならない。ただあまりにもちきりすぎるとチームとして最初に負けて結果的に全員落ちることになるかもしれない。だからどれだけ攻めれるか。なるほど。これ練習はなし。球を使ったらいいです。練習なし。球を使ってふざけんな。お前が球にやるじゃん。練習はじゃあお前がやれ。前回の機会で学んでるから。たま嫌です。たま嫌、夏だったら全然いいんだけど、冬はなし。たまなしね。なしです。たまれやらないでもあかんか。だから今回本当にハラハラドキドキする企画になっておりますので、ぜひ皆さん最後までご視聴よろしくお願いします。お願いします。もしよかったらたまやりたい人、やりたい人、ナチュラマンとかもしかしたらやりたいんです。いやー、俺は帰りたい。やりたい、やりたい、やりたい。いやー、全然俺鳥肌立つとジンマシンとかで鳥肌立つ。めちゃめちゃ特殊な性質持ってる。いやでもヒロトはちょっとリアクション芸人って言われてますからね。ぜひ落ちてほしい。全然変わりますけど。え、チームどうする、どういう感じで分ける。あ、で俺らグッパで、グッパで、ここもグッパして、オッケー、じゃあ俺らもグッパ。じゃあ早速やっていきましょう。しゃー、じゃあグッとパーで分かれましょうね。いや、グッとパー、じゃあグッとパー、グッとパーで分かれましょう。はい、オッケー、せーの、グッとパーで分かれましょう。おお、これは強いんじゃないか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 。こっちこっち、じゃあいきます、はい、せーの、パー。あー、やばー、やばー、やばー、よし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 、何がええの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 、やばい、これね、2人の方が絶対なぜなら1人は2回投げる。まあ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 、感覚が掴めるもんね。そうそうだよね。いやでもこの人らは、いやこうね、やばいから、この二人は、やばいよ。いや、お前らマジで俺の落としたら全部かみがきてる。よかった、優しいギャンで。いやマジで、俺らは仲良く行く、仲良く行く、こっちバチバチやる。いや、バチバチ行くのが強いって。あれ、お前沈めるから。
怖え。沈めるから。沈めるはやべえ。東京湾じゃないけど沈めるから。沈まんのね。一旦こっちも弾として火を通る。あ、そうです。一回練習。いや、練習なしじゃねえの練習なしやろあかんやろ。サウエンチャンネルね。新規の視聴者さんいっぱい見てるね。意気込みは重要だよ。まあまあ、フォロワーも増えるかもしれない。フォロワー増える。一番少ないし。うわぁ中断になりますよ始球式的な始球式開会式始球式やるか始球式じゃあ一回やりますかマジかよサワとヤンに押してもらうじゃあ俺が押そう始球式開幕宣言ほんまに嫌や寒いのほんまに嫌や押していい距離も決めようここまで進んでいい距離あーオッケーこの段差以降はもしこうまたいだらもうこれアウト200追加200追加高い方がいいのかそうね、距離高い方がいいごめん、ポイント高い方がいいわあ、そうだね、うん、ポイント高い方がいいですうん、オッケーポイント高い方ですじゃあ行きますうわぁ、マジで嫌やごつかん人間カーリング開幕うわぁいや、ほんと嫌やうわぁ、どこでーやったー、どこでやったーやったあ、やばい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 あ全然これじゃもう間に合わん間に合わんこれだ間に合わん始まりました始まりました始まりました素晴らしい試験式やったどうぞ先行後攻は確かにどっちでもじゃあ俺とやるじゃんけんしようか最初はグーじゃんけんぽい先行でおぉー強気や強気ある強気あるねリーダーお願いしますいやー久々だこれ最初俺と思ってたんで行こう最初か一人が押すんじゃないの一人で押すなるほど責任重大うわっやばっうわっ余計に感覚わからんわどれしようでもだってほんまやでこれいややゲイス君マジでお願いしますマジで大丈夫本当に俺はもう4回目だからマジでお願いしますじゃあヤンチーム1投目ゲイス君どうぞ3、2、1強くないか強くないか2えっいないねえ僕は止めろ止めろ止めろうまーうまーマジでーいや50点うまーいやうまい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 さすがゲスケ君大好きナイスやーうまいなーこれいやうまいこれよしこれでかいはでかいなでかいな150いやこれ最初にしてはいい額じゃないですか全部で3投あるからねよっしゃ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 だいぶ威嚇されてるなマジでありがとうございますお前らちゃんとやるよマジでほんとにお前浮かれてる場合じゃねえからこれ別にふざけてもいいねんけど一等チームで勝たなあかんからいやそうねふざけて一等までにしてないや一等もダメだよお前あれだけ偉いよ澤がなんか珍しく緊張してるよりいや緊張してるしさっきはずっと歯のガタガタ止まんない初めてジェットコースター乗ってる時の感覚ガタガタが止まんない歯のじゃあ第1投目ピッチャー僕いきますお願いします任せよいやでも攻めなすぎても YouTuber の澤として死んでしまう黙れ黙れいらないそれはマジいらないから今日しかも澤ねこれね乗るのうまいよああそう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 やっちゃってもいい勝手な考察やめろちゃんとやれじゃあお兄ちゃんの第1回目の挑戦お願いしますしゃ頼むぞいいっすかいいよおっおーえっどういうことサワサワそう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 えっ来た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 うわーいけ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 180ちゃん早く戻して180うわー早く戻して180マジか
出しました。俺本当に半泣きだったもん今。ガチ怖かった。ガチ怖かった。いやすごい。マジ良かったね。やばかった。完璧です。180は。超えられるか。よし。これ一歩リードだ。いやマジか。30差ついたのか。30差ついたよこれで。いやでかいな。ちょっと攻めたいっすね。攻めたい。天才すぎた。じゃあちょっと次は島袋くんに。はい。よし。一番絶妙なとこ攻められるらしいんで。任せろ。信じます。頼むで。前回あの数の210センチぐらい出してるんで。ああじゃあ、あじゃあ大丈夫だ。いやもうやばかったのも。わかりました。引かないとねダメ。オッケーですオッケーです。210はやばい。大胆かつ繊細なもっちゃんに任せます。すべてを委ねます。もちろんフライングしたがって。フライング禁止です。そうだね。イージミさんやめろ。紐気をつける。うん。ヤンチームもっちゃんによる第2投どうぞ。せーの。のせーで。あれ強くないか。まだいける。怖くないか。怖くないか。もっちゃん。弱いか。もっちゃん。はいはいはい。これはでかい。40だね。よし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 。もっちゃん。これはやばい。やばい。弱すぎた。やばい。これでかいぞ。やばい。この時点でまだ10点差だからね。俺ら高校なのに。そうそうそう。ほんまや。でかい。あ、でもマイナス200。黙れ本当に。マイナス200でもゼロなんよその時点で。いやでもここで攻めるのがやっぱお兄ちゃんチームだと思う。いやそうやね。やっぱ勝ち負けどうこうじゃなくて、じゃあもヤン結構ガチャマにエヨに遊んでもらってるもんね。いやそうですね。だからお願いします。プライベートここに持ってくんだ。プライベート関係ねえんだよ。まあまあそう。いやだからこう新鮮でしょある意味。あのプライベート俺ヤンだし、あのバレーも敵だし、あんまないんよ。今日サワめっちゃ落とした。あのめっちゃ俺チームがやがって今落としたかったって言う。俺聞き逃してないよ。めっちゃ落としたかったって。いやさすがに俺もサワだったら死んでまうから真剣にやんで。真剣に行こう。真剣に行きましょう。真剣に。さあお兄ちゃん2回目の挑戦お願いします。行きます。あ待っていい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 やばい。あやばい全然。待った待った待った。あかん待って。記録なしじゃねこれ。記録なし。アウトアウト0点。よし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 。え、これはえ、これはどうなの。これは何。これゼロ。ゼロ200じゃなくて200ゼロです。弱気のプレーはゼロです。あ、行っちゃった。ガチやばい。おい俺にもうこれで近づくな。おい、やべえぞゼロは。やばい、マジでほんまにすまん。10戦差で勝った。いや最後の一投に委ねられたなこれ。ほんまにやってもうたな。いやでも面白くなってきた。展開的にはこれを最後攻めたやつで勝つことあるよ。やべえ、バカ緊張してきた。ヒロ君マジ攻めましょう。ここで一気にもう決めましょう。でもこれ仮にここでドボンになってサワもドボンになったらサドンですけど。でも10点差で勝ってる。勝ってるか。俺らが勝ってる。ただ落とした場合200マイナスでその時点で俺らの勝ちが決まる。え、なんででも高校やんなきゃいけないから。そうですよ。そうそう、普通にアウトでいい。全然アウト。全然アウトでいい。全然アウトでいい。もうこんなんでいい。ヒロトでもお前攻めすぎだけは気をつけて。オッケーオッケー。でももっちゃんとガチヤマ見る感じ、うん、結構攻めないといい点数は取れない。ああなるほどね。ヒロちゃんによる三投目。はい。どうぞ。いきます。お願いします。弱くない。これ弱い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 。いやー弱い。よしよしよし。これはなかった。これはもらった。これはもらった。やばいって。これはもらった。いやこれもらったね。うわやべえじゃん。一番なかったゼロだね。ゼロやん。ゼロやん。でもお前で分からないよ。ほら高校が残ってるから。いやいやこれはいい。まあ可能性は限りなく低かったね。ヤンチームこのライン以上いけばもう勝ち。そうなんですよ。そうここやったら、ここやったらダメ。同点ドローになる。よし。次どっちが行くの。俺行くよ。お前さ、ちょっと待って。おい、ちょっとさ、お前ら変なアイコンタクトするな。マジでお前カメラも捉えてるの。いやねんからな、お前変なアイコンタクト。いや、マジで、マジで俺入ったらいいから。ガチやわ。
無理じゃないんだよ。さっきアウトだったらしい。ちゃんとリベンジで。いや、そうちゃんとやってる。あんまでも強すぎたら、あんまりマイナスに役に。そう。さあ、そこらいいだけだから。そうや、なんでしろ。ガチラマはもう微調整しやすいから、今。そうやね。今のちょっとを足せばいいだけやから。ちょっとだけです。よし、行きましょうか。ここまでやで、ここまで。それは、それ絶対落ちるです。これはね、落ちるんだ。さあ、行きましょう。お願い。お兄ちゃん、3回目の挑戦、お願いします。まあ、とりあえずガチ山から行こう。サドンデスやってもいいけど。何それ、サドンデス。もう一投いく、一投ずつ10戦差でもう一投いく、うん、それ面白いじゃん。優しくね、優しくね、お前。いや、とんでもない。乗った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 。じゃあ逆に俺だから先行っていい、俺だから先行っていいじゃん。いや、どうぞ。なんかかわいそうなんだよ、さすがに。お前優しいね。うん、いいよ。ガチヤマ、首の皮繋いだね。よかったー。ガチヤマ、お前投げなくていいよ、もう。俺も戦力外通告だから。あの時2連発はやばいよ。俺行くから。もういい、もういい。本当にもういい。180出してるから、こっち。一人。プロだからね、こっち。いや、そうやな。その代わり、ちょっとちゃんともう攻めてほしい。あ、そうね。そうだね。もうアウトはやめよう。アウトとか本当にやめましょう。俺らもうやめるし。俺らもやめよう。本当に。お前、口角上がりすぎなんだよ。頼むわ、ガチヤマ。俺らも攻めるから。なんでガチヤマなの。なんでお前なの。今俺おかしいみたいな。さすがにやってくれるでしょ。ガチヤマ、もう一回言うけど、今10点差だから。10点差ね。多めに取れば点数もう50とかでいいから、前出れればいいで。オッケー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 。さあ、延長戦いきます。お兄ちゃん4回目の挑戦、お願いします。ちょっと強め、ちょっとギリギリ見たよ。ギリギリ。じゃあちょうどいいやろ、ちょうどいいやろ。お前プリだな、あそこの。じゃあ今10センチ、10センチ。まあまあでもガチャ今同点や、同点。いや、だから俺らが落としてる。そう、かけていったそうすか。さあ同点。とりあえず同点で、とりあえず同点。僕らがフラットに戻りました。僕らがアウトだったら延長。どうぞ。アウトだったら延長。十点でも取ればいい。ガチャのお前、ほんとこ。ふざけんなよ。なんでお前。しかもはずい、ほんまに。俺らの企画なのにこれははずいって。一番焦ってるよお前。マジで。いやでもこれはガチですよ。うん。よし。俺も攻めるわ。でもね。運命の、もうこれこの先ないからね。はい、わかりました。圧倒的に行きましょう。マジでケイスキ最後バシッと決めて。ヤンチーム、ケイスキによる最後の一投お願いします。行きます。信じますよ。3、2、1。圧倒的に、よし、圧倒的に行け。うまい、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 140点。マジでやめろ。もう最悪負けた。130センチ。圧倒的勝利。ガチヤマ取れそうね。とりあえずガチヤマ取れ。俺を何詰めたいやん、水。さ、俺投げてないからさ、一回これあのオフでさ、俺が投げたらじゃあどうなるんだ。もしかしたらやっぱ本当に難しいのかもしれない。確かにそうです。俺攻めてばっかりで、じゃあお前投げてみろよって話。視聴者持って。確かに投げてみる。そう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 。じゃあこれ一回試して、はい、これ使わないと思うから、このシーンは、うん、これいっちゃうこいつ、これいっちゃうこいつ、これいっちゃうこいつ、いっちゃうこいつ、え
キロル脱毛も相まってめっちゃキッタも寒い。こいつ今ツルツルやからツルツルだから今ガチもここで冷えてる。あいぜー、はい、危ない危ない。180出してる。1回だけでかなりスコア出してんのにマジ意味わかんねえ。ライフジャケットもう一回じゃあ記録出してみよう。マジで記録出したとしたら、うん、そしたら俺が受けるわお前の分。あーマジ、よしよし。なんでよしよし。まあちょっと責任感じてしまうからね。さすがに200以外で俺が止めたらガッチャマが次もう一回落ちることになる。よし、えマジ信じるから。オッケー、ね、ほんで俺結構軽め。オッケー軽め軽め。あ体重が軽め。体重が軽め。じゃあいきます。はいはい。ちょっと待ってマジ怖い。いいよ。あー、タワータワー。あーうわぁーすげぇ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 ーゴープローが撮った。いや、パパ顔見たことない。ほらやな猿みたい。顔やべぇ顔やべぇやべぇファミリー。いやそれは申し訳ない。でも200以上だった。いやでも惜しかった。でも惜しかった。いや惜しかった。いいいいいい惜しかったらマジで惜しかった。よっしゃ。いやごめんガチャも落としたかったけどな。最後はもう一回ガチャも取ってさ、うん、もし俺が200以上でガチャも止めれたら、うん、これなし。あいいよいいよ。で逆に、まあ、もしガチャも落としちゃったら、うんまあ、もう俺飛び込んだりして。あーいいやん。え、マジでえ、待って今ずるくないこれ。なんかのみんな飲まれてますよ。いいよ、いいよ、飲まれてるよ。なしじゃないよ。でも、200以上はまあ出ないから。出ないからね。出ない。じゃあ行きます。はい。なんかそんなの分かるわ。あ、いい感じ。めっちゃいい。行け、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 行け。あ、もう前や。前や、前。あ、もう前や、無理。初めてガチになれた人間かわりいつも笑い求めてたから。そうそうそう。いやちなみに俺もあの記録やけどガチやで、ね、ほんまにガチやで。ガチやで、ね、ゼロのミスターゼロだよ。ミスターゼロほんまにかっこいいやクロコダイルみたいな。いやありがとうございました。ありがとうございました。結果ヤンチーム勝利ということで。いやーよかった。あ最後やられたね。いつもリベンジ、うん、確かに。次回1月だね。そう、あの年明けて、うん、心臓年明け心臓やな。ベロベロのとかやつ年始カーリング。そう年始ごつかカーリング。年始カーリングカーリングしたいね。夏はこちらでやって冬はそちらでやった。確かに冬こっち側でふざけんなよ。逆に連絡くれれば行くわ俺ら。冬の冬版やりたいんだけどって言ってくれたらやるから。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。エスポの方でもコラボさせていただいてるんで、はいはい、動画の概要欄からチェツくんの方よろしくお願いします。お願いします。行動がおもろかったと思ったらぜひグッズボタン、そしてチャンネル登録、お互いのチャンネルよろしくお願いいたします。お願いします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バーバーバーイ。